断る。電子レンジマンは俺たちの仲間だ。そうだ、おら、あいつは俺の義理の王とはいえ弟だからな。絶対にそんなことはできん。お前のようなわけのわからん人間と手を組むだぞ。確かにそう思うのも無理はないな。だがお前たちに引けを取らないようにこの俺はこのいい感じの武器を手に入れたのさ。はっ。これでお前たちと同じ土俵には立ったつもりだぜ。だからといってなんであの大首領の部下になんか戻らなきゃいけねえんだよ。せっかく生き返ったんだからあのクソったれ大首領の下で働くなんて嫌なんすよ、ミーは。そうだ、嫌すぎて俺はもう眠くなってきちまったぜ。いいかお前たち、あのマンションの大首領を叩き潰さない限りはこの地球に平和は戻ってこないんだ。そのことをよく考えろ。お前、平和を求めてるのか。そうさ、当たり前だろう。俺は地球人だ。なるほど、その戦、その馬券買ったぜ。電子レンジマンなんかに任せていたら地球の平和はいつまでたっても来ないざんすからね。そうだ、俺もそう思うぞ。よし、じゃあ俺も乗ったぜ。聖人カズネー軍に入ってやるぜ。お前たちの加入を記念してマンションは組織名をチーズに変更する。これからは私のために働くのだ。ああ、勝負だ。ああ、おりゃあ、はあ、はあ、何、ああ、カイゼル将軍生きていたのか。ミーはミスターカイゼルと名を変えて現世によみがえったざんす。電子レンジマン、ここで死ぬざんす。死ねえ。カデニヒーローとしてこの世に生を受けた者同士が争う姿は実に滑稽だ。今だ。電子レンジマンのあの胴体の青い部分に光線銃を撃てば見事に反射してこの後ろにいる大首領に命中するはずだぜ。やめろ。やるぞんす、やるぞんすよ。死ねえ。電子レンジマンへと放たれたレーザー光線は大首領に命中し、しかし大首領の光線はまた電子レンジマンへと跳ね返ってきたのだ。なんだと。お前の計画は全てお見通しだ。バックボーンよ。なんだと。大首領、気づいていたのか。当たり前だろ。俺たちも芝居をしてる場合じゃねえ。大首領を叩き潰すんだ。聞かぬわ。おのれ、大首領。お前が死ぬ番だ。ええ、ひゅいひゅいひゅい。聞かないぞ、聞かないビー。このサンシャイン大統領に、大大首領に立てつくやつは、ここでおしまいだ。喰らえ。サンシャイン大首領に立てついた、あいつは、見事に封印されてしまったのだ。バックボーンが封印されちまった。見事に血の塊のようになってしまったな。分かっているかな。お前たち乗車必須的な言葉があってだな、一度栄光を求めたやつは必ず最終的にはどうにかなっていくのだ。分かったな。それは同じことだぜ。ファンに怒られそうだけど踏み台にしてやったざんせ。誰だあいつは。お前たちを散々苦しめてきたサンシャイン大首領は私が倒してやった。つまりだ、お前たちがいくら頑張っても倒せなかった大首領を倒した私はお前たちよりも強いってことだ。なんだと。ジャスティスオード。わかったな。ほら、聞かないんだよ。バカな、ソードが消えただと。当たり前だ、電子レンジマン。私は悪の心だけで生きている存在だからな。正義の剣は私の体に触れると消滅してしまうに決まっているだろうが。しまった、
俺はそんなことにも気づかずに。これからはこの私が宇宙を征服する。どうした？宇宙人が突然動かなくなったぞ。大気は私には汚すぎたようだ。宇宙人は倒れた。地球のパワーによって滅ぼされたのだ。こうして悪の秘密結社マンションとマンションをも上回る謎の存在は見事に成敗されたのだ。